モニターグループは、ハーバードビジネススクールの教授人が1983年に設立した戦略コンサルティングファームである。2013年1月にデロイト投資トーに買収され、現在はモニターデロイトとして戦略コンサルティングサービスを提供している。マイケルポーターらハーバード大学ビジネススクールの教授陣によって創設され、VC、インキュベーション。 投資銀行機能といった独自のグループ展開とフラットな組織を特徴とし、世界の主要26都市にオフィスを展開していた。顧客はフォーチュングローバル500企業から各国政府機関、非営利機関まで多岐にわたり、特に政府機関、ヘルスケア、消費財、ハイテク通信分野関連の顧客が多い。 現在までに公表されているプロジェクトとしては、リビア政府の経済政策評価、立案やカリフォルニア大学の事業再編支援等があった。2013年1月11日に約1200人の人員及び業務は、デロイト投資トーマツへの事業移管が完了し、モニター、デロイトという新たなブランド名で戦略コンサルティングサービスを提供している。また、日本においても、 2018年6月20日より、モニターでロイットジャパンとして、モニターブランドを冠した戦略コンサルティングサービスの展開が開始された。戦略系、コンサルティング会社の競合として、マッキンゼーカンパニー、ボストンコンサルティンググループ、ベインカンパニー、エ t ティカーニー、ストラテジーアーサー・ディ・リトル、ローランド・ベルガー、LEK コンサルティング等がある。 ありがとうございます。